手のひらインによシフルーマニア聖教会の手のひらインが描かれている。リアサを着用し、胸掛け十字架を身につけ、黒ブークをかぶっている。手のひらインとは、聖教会の修道司祭のうち、行位の修道司祭の称号であり、修道院を管轄する修道院長たる修道司祭の称号である。日本ハリストス聖教会の役語。元来は、店員より、格上の 修道院を管轄する修道院長たる修道司祭の称号である。何人かの定員を監督することを主教より委託された修道司祭にもこの称号が与えられることもあり、重要な修道院、大規模な修道院を導くことを任された修道司祭にもこの称号が与えられる。19世紀以降、ロシア正教会では定員、 手のひら印の称号のいずれもが名誉的な称号ともなり、主教候補の意味合いで、修道司祭がこれらに少女されるケースが増え、今日に至っている。管轄する修道院がそもそも日本に存在しなかったのに、日本に正教会を伝えたアシトいニコライが、日本伝道初期に手のひら印に少女されたことはその恒例である。少女、新品としての位が、 主教の祝福により挙げられることを言う。ありがとうございます。